んばんは、沢田研二です。私もついに味噌汁に突入いたしまして、30歳になった日からどういうわけか、もう世界のこの雨までが喜んで雨ばっかり降っておりますが、今日も張り切ってやっていきたいと思います。はい、こんばんはでございまして、本当にまたまたたくさんもおはがきお手紙いただきましてね、もうそのほとんどが30歳お誕生日おめでとうと、それにまつわってますます、まあ、若くやってくださいっていうような本当にありがたいお手紙ばっかりでございましたけれども、本日も張り切ってもちろん生放送でお届けするわけですが、例によりましてまたそのあまり変わらない趣味と申しますか、僕の好きな曲、もう分かりますね。そうするともうストンちゃんとビートルズちゃんとドッドちゃんとこうなるんですが、まあ、そんな曲などかけながら、今日のゲストはなんと意外や意外、あの小松政夫さんという、なんと申しましょうか、みんな知ってる？知らない人もいるかもしれないな。小松政夫さんというのは、まあ、結構あの僕とは長い付き合いの方なんですけれども、思い起こせば日本テレビの、シャボン玉ホリデーからの付き合いでございますけども、その方とまたいろいろ楽しいお話をしたい。それから、例の電気カセット1分勝負は、今日のテーマは君の愛読雑誌ナンバーワンね、どんどん寄せていただきたいと思いますけども、何でもいいんですよ。はい、漫画雑誌ね、サンデーパンチは違うな、サンデーチャンピオンとかね、それからあのヘイブンパンチももちろんいいし、それから漫画アクションとか何でもいい。僕の場合は漫画アクションのね、最近は60センチの女っていうの知ってる？ちょっと趣味がね、交渉だけど、そんなんとかいろいろどんどん寄せていただきたいと思います。自分の名前電話番号忘れずに言ってくださいましてですね、11時まで、受け付けておりますのでよろしくお願いします。さあ今日も大いに張り切ってまいりましょう。はい、そういうわけで、それでは早速ね、まず1曲目聴いていただきたいと思っておりますが、もうレコード会社の担当の方からお寿司までいただきました。ロッド室屋でまいります。セーリング。
ってなとでセーリングをまず聞いていただきました。さあ今度はローリングストーンズでありますが、新しいアルビゲからかけると思ったら大間違いで、またちょっと懐かしいところから聞いていただきます。アンジー。
3曲のしんがりはビートルズにしてみました。いろいろありますけれども、最近ドラマに出まして、その時に一番最後に僕も歌いました Let it be をいきます。全部スローで、なんとなくみそじの雰囲気というか、そして雨の日の雰囲気という感じで、並べてみました。さて明日は吉幾三さんが担当いたします。さあどんな具合になりますか。またお腹壊さなければいいなと思っておりますけれども、はい。朝が来ても夜が来ても春が来ても夏が来ても秋が来ても冬が来ても、電撃ワイドウルトラ放送局、お相手はあなたのはい、あなたのダーリング澤田健二がお届けしております、電撃ワイドウルトラ放送局でございますが、さて早速カセット1分勝負でございますが、聞いてみましょうね。まず1本目は山本博史さんですなるほどね、今日は言い忘れましたけど、君の愛読雑誌ナンバーワンということなんですけども、この山本博史君は月刊プレイボーイって言った、要するになんとかヘフナーとかカンとかっていう人がそのね、やってるのよ。でそれをまあ日本で日本流にそのある程度アレンジしてやってるんでね。で向こうで出てるプレイボーイっていうのは部屋とか全部映ってんのね本当に。でも日本のやつは全部ぼかしたったり修正したりしてありまして、であれなんですけど、まあちょっとねこの人いくつだか分かんないけど、大したことないですよ、うん、僕が言うんだから間違いないけどそれよりかね、やっぱりね、いろいろね、最近はあれでしょ、自動販売機で漫画とかそういうの売ってるのがあるでしょ、あの中にいやらしいのもいっぱいあるもんね、うん、こんなプレイボーイ見たより興奮するのいっぱいありますよ、テレビガイドがためになるって、あんたのためになるんでしょ、ね、でも毎日の新聞の方が、割と正確ですよ、前もってずっとあれ載せてあるから、健康になったりする場合があるから。そういう場合ね、あんま怒ったりしないように、はい、それでは次行ってみましょう、2本目はひろみちゃんという女の子ですね、はいはい、頑張っておりますよ、はい少年チャンピオンね、ブラックジャックだけ知ってるのよね、で単行本になったりなんかして読んだりしたことありますけどね、ずいぶん前に映画のね、なんか権利かなんかを手塚治虫さんから和歌山富三郎さんという人がね、なんかもらったとかなんとかで、ジュリーぜひやってほしいって言われたことあるんだよね。でもあんなこう顔を継ぎはぎで、あれでしょ、なんか片平渚ちゃんが白嬢さんがブラックジャックになってね、なんか、映画がありましたけどね、ブラックジャックって面白いですよ、あれは面白い、他あんまり知らないんですけど、
美しい言うてもね、今日はね、男の人なんですよ。まあびっくりします、初めてですよ。まあ美しい男性言うたらね、この芸能界で私の次に美しい人ですよ。さあご紹介しましょうか。はい、どうぞ、沢田研二さんですよ。さあ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 、どうぞ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 、どうなんですか。まあ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 、若い格好してね。いや、そんなことはない。私ね、あの、はい、手触らせてくださいね。私、あの、手触りながらじゃないとね、お話できないんですよ。私もちょっとね、コンタクトレンズ入れてやってみましょうかね。はい。エロエムエッサイ、エロエムエッサイ、エロエム魔界転生だ。文字をちょっと書いてみましょうかね。これこういうね、小松政夫、小松政夫、レムエッサイ、レムエッサイ、レムエッサイ。すいません、これ裏です。まあ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 、いろんなことやってもらえてありがとうございました。いやいや、本当に参考になりました。お茶入れましょうね。そうですか。コーヒーでも取りましょうか。うちにね、最近近くにね、あの、喫茶店できたんですよ。はい、喫茶店で今のコーヒーで。アメリカンのダブルで。アメリカンのダブル、よろしくございます。喫茶店。あ、もしもし、あ、小松ですよ。あのね、コーヒーをね、アメリカンダブルお願いします。はい、お願いいたしますね。すぐ届けてくださいね。すぐ届ける言うてますからね。はい、ちょっと待ってください。天草四郎でバカ踊り。